にちは、ケンチです。山本です。今回なんですけども、はい、5種類、はい、簡単なレシピで、うん、ガブガブお酒ワイワイガブガブ飲んでいこうと思うんですけども、やっちゃいましょう。なんと今回は、はい、5品って言ってるのに 2つしかレシピを私たち考えることができなくて、できませんでした。すいません、大変申し訳ございません。だけど助っ人を1人今回お呼びしたので、うん、お呼びしましょう。よいしょ。はい、おいしょリグだ今ポッて出てきたもんね。今回みっちゃん用意してみっちゃんを呼びして、でそれで残りの3品考えてきてくれたんですよね。はい、はい、でちょっとすぐにできて簡単でかつ美味しい料理やっていきたいと思いますので、はい、それでは説明していきましょう。やっていきましょう。レビゴレビゴ、もう初めてやる。いやさすが料理人新しい調味料なんです。おい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 もうどうぞどうぞ。じゃあ俺支えてるよ。じゃあ一気支えてたよ。一気支えてたやめてくれ股間はいい。股間はあの自分で支えてる。OK です。おえい、おえい、 OK。 じゃあ広げていこう。いや楽しみだね。初めて貼るやつだよ。ね、テンション上がるね。うん、ね、はいよー、よし、いくぞい、よいしょ、よし、長いですね。今日この後雨と風もあるみたいなんで、ちょっと念には念を入れて、うんうん、50でいきましょう。ガチガチで、ガチガチで、よし、よし、いやー、やっと終わりましたね。いやー、いいっすわ。バカ降ってきて、ね、めちゃくちゃ降ってきた。終わったらちょっと弱くなるっていうね。うん、飲みましょう。よっしゃー、やるかい。今日はね、おー、やるよ。そうだね、とことんだよ。なんせ、美味しい料理が待ってますからね。美味しい料理には美味しいビールでいきましょう。ありがとうございます。乾杯。よっしゃー、よっしゃー。最後の乾杯のために、よいしょ、よいしょ、いややっていきましょう。よいしょ、よいしょ。じゃあ本日は楽しい楽しい雨のキャンプになると思いますので、5食楽しんでいきましょう。キャンプ、よいしょ。うまっ。うめえね。相変わらずうめえな。もう久々に飲んだ気がするな。帰ってきた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 。雨で一緒に流れ出た大事なやつが今帰ってきた。いつもそういう帰ってきたの。そういう帰ってきた。そうなの？そういうこと。あ、ごめん、今考えてた。ただいま言ってたよ、ね、うん、この場所に帰ってきたんじゃないんだね、うん、そういういろんな意味がある。あ、なるほどね。あ、僕から簡単な料理一発目いっちゃってもいいのかな。そうだね、ビールにアイスでよろしくお願いします。いいっす。なんと、はい、亀田製菓さんから、うん、ご提供いただいて柿の種をもらってました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。亀田の柿の種ね。いや、もう、うん、子供の頃から、ずっとだよね。何袋食ったのかっていう、まさか何回これで母ちゃんに怒られるかね。ご飯前に食べるな。言われたの。言われた。食べちゃうからね。止まらないじゃん。うちで2品持ってきて、うん、みっちゃん3品なんだけど、うん、なんかこの亀田製菓さんの公式のなんかレシピがあるそうなんで、うん、それをちょっと一発作ってビルカッと。まずはチーズを乗っけて。これは何チーズ？これはとろけるチーズですね。うん、弱火で、弱火で。これに乗せるんだ。そうなんです。いこうかな。よし。いいね。ここに、うん、亀田の柿の種を、なるほど、乗せていく。最初から乗せちゃダメなんだ。
うん、そう書いてありました。疲れるか、うん、ふつふつしてきたらこの牡蠣とピーを乗せて待ちます。うわすごいすごいすごい、いい香りがめちゃくちゃいいですね。で、スライスチーズの端がきつねになってきたら、はい、火を消し、余熱で OK と。おー、なるほどね。消します。ちょっと冷ましてないよ。そうだね、この香りで、ね、ちょっと、美味しいだね。ねえ、ねえ、どうする、仕上がりましたよ。おー、せんべいだね。すごい、すごいね。カメラの柿の種チーズせんべい、で一発目いっちゃっていいですか。よし、お願いします。いただきます。いい音、いい音だね。うまっ。いい、すんません、すんません。お疲れ様です。ください、くださいー。食べる食べるこれ、うん、カリッカリの、カリッカリよ。イエスイエス。うん、うん、めちゃくちゃうまいね。え、うん、食感いいし、香ばしいし、うん、柿の種のカリッとした感じが最高だね。これあれじゃない、タバスコとかブラックペッパーもほんじゃね。またおい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 、青でだって、おいおいおい、マジかおい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 、タバキン、タバキン、やりましょうか、食べましょう。俺タバスコで行こうか。はいよ、じゃあブラックペッパーで。オーケーです。やりましょう。あ、どうしよう、はい、はい、はい、よし、はい、はい、どうぞ。いただきます。うん、うん、合う、めちゃくちゃ合う。もう一枚やろうかな。ブラックペッパーの香りがすげえ合う、マジ。うん、チーズだしね。うん、あ、そういうことか。うん、タバスコは、タバスコめちゃくちゃうまい。ほな、はい、私から、うん、作らせていただきます。お願いします。いや、もう腹も減ったし、ビールも飲みたいし、ね、ガンガンいきましょう。お願いします。ガン、まずは、こう、こう、僕らが大好きなファージャオラージャン。ファージャンです。せい、ここに、うん、めんつゆ。ここに柿の種を、おお、なるほど、乗っけてみようかなと、うわー、思います。パリパリ食感で、パリパリ食感で、良さそう。いきますよ。ピーナッツ、みっちゃんにちょっと味見してもらおうか。そうですね、めちゃくちゃうまいんで。お、あの柿の種乗せるのは初めて。うん、あ、なるほどね、うん、食感も楽しんでもらえると。では、お願いします。ありがとうございます。いただきます。ゆるけんこう見えても食のところにいたから確かに簡単に美味しいとは言えないよ。冷ややつ、冷ややつだ。よし、うまっ。うまい、早い早い早い、普通にうまいし、うん、この亀田の柿の種の食感が豆腐とめちゃくちゃ合う。おお、忖度ないですか。忖度なんかね、みっちゃんね、なんか忖度出すからね。いやいやいや、忖度ない、忖度ない。ピーナッツいった？ピーナッツいく。ピーナッツいった、多分、うん、うまいっしょ。ラー油とかになってると思うの、ね、しかもこの柔らかい豆腐にね、うん、ザクザクとした食感は合いそうよ、ね、うん、じゃあ自分の箸使ってもらっていい？関節キスさせてる。イエース、うまっ。普通にうまいね。本当合う。うん、よかった。うまっ。よいしょ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 
次のビールない。行きましょう。うん。うまい。僕もいただいていいですか。いただきます。うん。うまっ。いけるっしょ。カリカリがまた入っていいね。ね、いいよね。食感のアクセントが。これはこれは。新しいビールいけますよ。じゃあじゃあ。で、これもありますけども、新しいビールもいっぱいですか。もう一本。もう一本。もう一本です。ああ、見えてる。じゃあ、行かせていただきます。お願いします。ビールが進んじまいますね。ねえ。レゴあざすあざすあざす、はい、じゃあ山本くん次はお願いします。いいですか。はい、みっちゃんにバトンタッチなんで、はい、そうですね。次は、うん、この大雨と、うん、この初めてのこのテント、うん、最高ですね。ね、かっこいい、かっこよいんですね。これめちゃくちゃワクワクする、ね、ワクワクです。そんなワクワクに、はい、やばい、やばい、ワクワクしてください。うん、いやーのよ、いやーのよ、みんな僕から、とみっちゃん、じゃあ僕の番っていうことなんで、僕ら上で寝てるんで、はい、できたら呼んでください。あ、そういうこと。はい、あ、オッケー。すげえいいね、それは、うん、できたら降りてくるっていう。できたよお母さん、お母さん、お母さんだろ、お母さん。僕の方やらせてもらって、お願いします。お願いします。ちょっと僕はこの亀田の柿の種なぜうまい燻製を使わせていただければ。なぜうまい燻製、燻製味なんてなかったよね。まあ、ねえ、初めて食べるね。これをさ、どうすんのよ。クリームチーズと合わせたら絶対美味しいじゃん。クリームチーズ、そうそうそう、クリームチーズと燻製香るカリッと亀田の柿の種はなぜうまい。そう、合わせてくの。合わせる。はいはいはい、なに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 、なに、じゃあ書いてありました。じゃあこのクリチーを潰す。はい、潰した方が、あのね、絡むのか。潰す理由は、うん、単純に可愛くなるんだよね。へぇー。そうですね。見た目が良くなるんだよね。なるほどね。そうそうそう。映えキャンができると。そうです。僕らにも。そうですよ。やっと。これを、はい、このアーモンドね。うん、なぜうま燻製はピーナッツじゃないんですよ。確かにアーモンドだね。なるほど。これで、ちょっと成形するから、うん、ラップの上にね。おぉ。へぇー。あとはもうこれでこうさ。うん、包んだ。うん、これってもちろん手でもいいんだけどね。はいはい、はい、手濡らしてやってもいいんだけど、うんうん、で家の時はね手でいいけどね、うん、キャンプ場だとなかなか手洗えないから。へ、ね、うんうん、あ、もう可愛いよ。なるほどね、うん、これが、うん、こういう感じになるんですよ。かわいい、かわちい、かわちい。あ、こうなるわけですね。そう、こうなるわけですよ、丸くね、うん、でここに、はい、あとは、うん、こういう感じ、ほら、おい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 、こうなんか、あ、ね、ちょっとこう、うん、こういう感じで飾ってみたり、飾ってみたりして、花咲かせるんだ。そうそう、これはね、まあ、好きなようにまあいいな、これ好きなようにいじってもらって。へー、この3点セットでいけるんじゃないかなと。ほう、いただきますよ。じゃあ行きましょう。じゃあ食べてよ。いただきます。これ名前は、なぜうまい燻製のクリームチーズですよ。なんもいただきます。はい、なぜうまい燻製。そう案件か、案件か。うん、チーズと燻製、合う、合うよね。これも合うわ。これも合うよ。これも合うわ。合います。食感も楽しめる。中も楽しめる。アーモンドはどう、後に、うん、作る、作るね、アーモンド。アーモンドいいよ、うん、いい仕事するよ、ね、みんなそれぞれ個性があるから、うん、ね、うまい。これも食べたいです。いきますか。じゃあ
うまくないわけない。やばい。ああ、気持ちいい。合うんだね。やっぱ食感が出るからいいのかな。うん、ね。あと後味に燻製ふわく。確かにね、うん。アーモンドが燻製されてるみたい。うん、ね。次は、うん、もう春でね、うん、春キャベツが出てるんですよ。春キャベツどう違うんですか。ね、品種が違うんだよ、そもそも。また。いや、ほんとほんと。だから、こういう、なんつうの、こう、巻き方が違うというかさ。へぇー。春だからこんななんかやわめになるんじゃなくて、もう品種が違うの。そうそう。まあ、この時期に育つキャベツだから、なのかもしれないね。その辺は。ああ、なるほどね。わお。だから、こう、あれだよね、巻き具合が。違う、違うよね。こっちの方が柔らかくて甘みがあって、うん、美味しい、うん、適当にキャベツと柿の種そうですね、ね、これをちょっと家だったら、うん、30秒2回ぐらいボイルするぐらいの、うんうん、ちょっとまださなんつうのバリバリ感が強すぎるから、うんうん、ちょっとしんなりさせたいからっていうところで、家だったらレンジで30秒で2回ぐらいやればいいかな。今日はちょっとレンジないよね。レンジ、うん、なんと、うん、おおありますよ、ないよね。というわけで、ちょっと軽く茹でます。おで、食感を良くする感じで。おどうしよう。よし、これもう一瞬しか茹でないから寄っといた方がいいかもしれない。寄る、うん、お願いします。1、2、3、4、もういいね。生でも全然美味しいからさ、春キャベツ。あ、なるほど。さっと、そう、これだけでもうだいぶ色も違うけど、うん、食感もだいぶ変わる。いただきます。あらしゃし、これじゃダメ。これじゃダメ。これでもう味付けね、うん、これ鶏ガラスープの素、うん、あとポン酢ね、はい、ポン酢。もううまそう。もううまい。で、ごま油です。おい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 。で、これで一回混ぜて、ちょっとなじませる。はい。もううまいじゃん。ねえ、もううまいでしょ、うんうん、これでいいか。違うのよ。一味も もうアクション必要なのよ、うん、これ混ぜるのはね、うん、鶏ガラスープが溶けるのが目安だね、うんうん、あ、いい香りしてきたね、うん、ここで一回盛り付けちゃうから、はい、お願いします。これでもう盛り付けて一回ね、手さばきよ。あれ、3秒、5 4秒ぐらいのボイルするだけでこういう感じでこうまとまりが良くなったんですか。そうしないとダメなんだ。その方が食べやすいね、うん、ゴワゴワしないから。そっか、結構キャベツ確かにゴワゴワする。そう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 、新キャベツはね、そんなにゴワゴワしないんだけど、春キャベツ、うん、でもやっぱりちょっとこう食べやすさを重視すると軽く火入れた方が美味しいね。甘みがその方が増すからね。これで、うん、最後仕上げに、うん、亀田の柿の種を一袋いかじられていきます。おーおい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 、一袋にも入れちゃっていいんだ。これ一口一口に亀田の柿の種が来た方が美味しいから、うん、バコって入れちゃって、うん、早速食べていく。食べていく。ガサッといった方がいいですか。そうだね、ガサッといっちゃった方がいい。ピーも、ピーもいいね。カキの方じゃなくて、ピーも、うん、体のカキの種を中心に。いただきます。後から入れればいいね。うん、いいんですか、いいんですか。
くださった。うん、まい。いい味わい。うまい。ありがとうございます。ね、いっぱい口入ったら美味しい。うん。食感が良くて。茹でた方がいいっていうのがすげえわかる。そうですね。うん。生は生で美味しいね。ね。うんうん。やわらかくなったキャベツとまたカリカリの、うん、羽田のかき揚げですね。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。ね。まあピーナッツもすごい。もし。うまい。スムス、スムス。うわぁ。うわぁ。早い、早い。AC ビール。早いのよ。新しいビール飲む人。行きましょう。お願いします。ではでは。うわ、じゃあ、バイズで行きましょう。行きましょう。来たぞー、来たぞー。いただきます。行けますか、行けますか、皆さん。よっしゃー。めっちゃいただきます。それでは最強最高のアミちゃんに乾杯。乾杯。最高だね。はあ。そろそろ締めちゃう。締めちゃいませんか。山本さん。任せてください。いや、ちょっと待っていいですか。うん。よろしくお願いします。はい。では私今日はお締めに、おお、なんだなんだ、粉物いきたいと思います。おー、いいね、粉物は締まるね。締まるでしょ。この状態の粉物は最高だね。うん、どっからも開かない、これどっからも開かない。おお、すげえ切れるね。粉粉、お水、お水 250cc。 まあこれはあのー、今即席のやつ、そう、もんじゃのあの、ね、もんじゃセットの 裏のやつを見て僕は今はい、レシピ通り、レシピ通りに大事なことこれで混ぜて、うん、この千切りキャベツ。おお、なぜなら千切りするのがめんどくさいから、はい、キャベツ、はい、わかります、わかります。これでもうもっこりいっちゃいましょう今日は。あ、いいね、いいね、いいんじゃ。うわ、いくね、いきますとも。揚げ玉、はい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 、こうせりいいか、よっしゃ、いいですね。おいい香りが漂ってますね。ここで、はい、鉄板が温まるのを待ちましょう。うまい、うまい、最高だね。鉄板もいいね、なんかね、うん、いいね、ね、やっぱなんかあのおつまみもいいけど最後がつい食べたくなっちゃうよね。ね、うん、確かに食いたいなっていうのあるよね、うんうん、炭水化物摂取したいっていう、あるね、任せてください、ね、その望み叶えます。まあ、タンパク質王子がタンパク質王子、お前尿検査でめちゃくちゃタンパク質多かったんだよな。なんでかかんねえか。それはね、あの女医さんだったけど、なんか一緒に見てて、うん、一番上に TP が赤字だったの、はいはい、うん、健康診断のね、そうそう、健康診断の時に、うん、人間の奥か、そうそう、 TP 赤字だけど別にそこは触れられなくて、うん、その尿酸値とかのとこ、はいはいはい、この TP って何ですかって聞いたら、うん、タンパク質ですね。尿検査でタンパク質が豊富だった。豊富でした。なんでか分かんないけどね、なんでだろう、分かんない。山田君のタンパク質キョイ TP 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 TP、 よし、じゃあ行こうかな。ここに具材だけを入れていきます。なるほどね、なるほど。よいしょ、いい感じじゃない、うん、しまってきたね、いい感じだね。そして、もんじゃといえばダムでございます。何ダムですか。ダムでございます。ダムですね、ちゃんとダムですね。ダムでございます。これ、あの、漏れないように作る
のがやっぱ基本だから。さすが。さすがあるんだ。さすが江戸の人ですね。江戸育ちだから。江戸っ子育ちだ。もんじゃ甘くとないですよ。もんじゃあるよ。ある。うん。もうだって地元じゃ。ですよね。赤川に浮かぶ。バレるバレる地元。地元バレるよ。上手い。よっしゃ。これいいでしょこれ。聞かせてもらいます。お願いします。2回に分けて。2回に分けて。なるほど。そうですよ。上手な多分スクじゃん。上手だね。おい漏れる予定だったんだけど。漏れて、おいって突っ込まれる予定だったんだけど。上手な。ちなみにさっき裏面見たら、うん、土手というそうです。いやこれね。これはね。ダムじゃない。ダムじゃない。土手という。土手ね。ちゃん土手好きだもんな。おお、どういうこと？でここ中が透明になってきたら2回目入れてくれ。お、まず透明になるんだ。うん、はい2回目。うんよいしょ。いや、さすがに決壊するっしょ。いじりに。なんだよなぁ。ないんだよ。土手作るじゃん。国交省に就職したんだよ。職業何です ?YouTuber だよ。YouTuber か。ごめん。大変申し訳ございません。はい。ソース入れるんですよ。今から入れてもいいですか？なんか白いなぁと思ってたんだよね。今から入れてもいいですか？うん。間に合ってくれ。みっちゃんがせっかく最高の土手を完成して、ほんとごめん。一滴も漏れない土手完成させたのに。その電動のやつみたいにするなよ。だよね、なんかこんな薄いのあるかな。そうそうそう、ね、思ったよ、俺も。でも崩れない。いいの作るじゃん。いいの作るじゃん。え、職業なんですか？え、職業YouTuber だよ。国交省に転職しろ。いいので作る。いいので作る。よし。うわ、めちゃくちゃいい。うまそう。ソースなしで食ってたってみんなどんな反応してんだろう。柿の種美味しい。忖度。違う。亀田の柿の種。おいうまそう。雨音がまたいいね。ビール欲を誘いますね。仕上げに青さこ全部青さこね。 69% ここにいる。下手くそ。大丈夫なんだよ、うまいんだよこれが。あ、なるほどね。こうメリハリつけるんだよ。とりあえずプレーンでいきましょう。プレーンで、うん、よし、いただきます。よしよしよし、うまそうだね。なんで締めて食べたくなっちゃうんだろう。上今日は何だ？カメラ撮れた。カメラの鍵の種をアレンジしていくんですよ。これじゃありません。あ、本ちゃんじゃない。本ちゃんじゃない。ここにもう一手。なんとカメラの鍵の種、梅さじ。梅さじ、梅さじ。合うでしょ、絶対合うでしょ。合うね、これは。行かせてもらいます。これは結構子供の頃から食べてた味だよね。うまいよね。王道の味。確かに確かに。これがもんじゃ焼きと。おい。確かにこれはうまそうだな。食感の違いが、ね、よしよし、これでいってみましょう。忖度なしで。忖度なし。行ってみよう。行ってみよう。今じゃあみんなでつついていこう。いただきます。イエス。楽しみだな。うまいんだよな、こういうのって大体、ね、食感もね、食べるとね。おい、めちゃくちゃうめえ。梅じそ大正解。梅じそやばい。なかったなかった。やばい。いや、
これ梅じそだったね。梅じそですね。梅じそやばいね。あれみんなあるあれあれ俺は大丈夫だ。もらおう。おい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 、うまっ、うん、うまい。よっしゃ今日一だな。これいいね。これいい、うん、合うね。合う合う。こんなに梅じそ梅じそガーンくること、ね、確かにあんまない。梅じそもそうだし、食感もめちゃくちゃいいしね。ね。うまっ、うん、これだよ。これはこれだ、定番になる、うん、しかも超簡単だからね、うん、でも自分の好きな味を見つけるのいいかもね。ああ確かにね、いろいろあるしね。確かに。なんかあのもんじゃもいろいろな種類あるじゃん、うん、今回プレーンっていうか普通のやつだけどさ、うん、明太だったり豚だったり、うん、海鮮だったり、それで好きな味を見つけるのも楽しそう。そっか、まだソース入れ忘れないけど、やってる。すごくないか。あんな冷たいんだよ。カメラ追加に乾杯。本当に大きくしていただいてありがとうございます。こんなに大きくなりました。乾杯。これはうまいわ。でも嬉しいよね。うん、子供の頃か物心ついた頃には食ってたよね。食ってた、うん、食ってたちゃんと食ってたね。でもっていうところから声をかけていただけるっていうだけでも本当に嬉しいよね。ちょっと間違いがないもん、うん、なんか知らないお菓子じゃないしね。わけもわかんないね、新作のお菓子だったら反応しづらいもん ね、うん、じゃあちょっと食べさせてくださいってなんだけど、うん、かきめちょちょちょ、亀田の柿の花。申し訳ございません。クライアント、クライアント亀田さん、亀田パパ、亀田パパ最後、最後亀田パパはダメ。違う、違う、違う。じゃそんな素敵な夜を経験させていただいたということでね、はい、本当にマジでうまいやつたくさんあるし、自分の美味しさも一人一人違うよね。ね、うん、種類結構あるし、うんうん、キャベツのやつめっちゃすげえうまかった、ね、あるよ。チーズのやつもね美味しかったけど、俺は好み的に、うんうん、さっぱりするしね。そう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 。カキピカキカキカメだカメだね。最高だったね。そんなの見つけるのも大変なんじゃないかということで、ね、うん、しかもやっぱり振りかけるだけがいいと思うので、私はぜひ、うん、そのまま食べても美味しいし、ね、うんうん、やっていただければと思いますね。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そんな皆様にちょぼいちょぼい、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、この甘音がいいね。ね。